こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケアレスファンシーアルーリングメーカー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してケアレスファンシー花に立ちます。その後ろからはアルーリングメーカー。この馬も上がっていく構えです。さらにはイクノディクタス、4番スターパス、その後ろでは前の方から先手を取ったのはケアレスファンシー、8番イクノディクタス、2番手を追走しています。その後ろからはキャロットヘブン、すぐ後ろにフローレスリー、並んで9番デイズパフューム、内からはスターパス、さらにはクイーンインコマンド、内からはアルーリングメーカー、エリザベスマーシャル、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのはケアレスファンシー、8番イクノディクタス、2番手を追走しています。キャロットヘブン、それに続いています。フローレスリー、すぐ後ろ、内からはスターパス、緑の帽子デイズパフューム、その後ろ、すぐ後ろにオータムウィナー、並んで5番クイーンインコマンド、アルーリングメーカー。この馬もこのグループ。その外からリップジーアンジェラ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてケアレスファンシー、2番手はイクノディクタス。これは絶好の手応え。キャロットヘブン3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったイクノディクタス。あと 200m、 先頭はイクノディクタス。一気に捉えるか。フローレスリー、フローレスリー、イクノディクタス追いすがります。フローレスリー、フローレスリー、1着、2着にはどうやらイクノディクタス。フローレスリー、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アーバンアルデル好スタート、綺麗なスタートを切りました。バートランド前に行きそうです。アーバンアルデル、それに続いています。さらにはストップザウィンズ、8番ミスタートージーム、その後ろ、前に戻りましょう。バートランド先手を取りました。その外にストップザウィンズ、その外からアーバンアルデル、内からはマーケトリー、さらにはビクトリーチケット。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。ストップザウィンズ先手を取りました。並んで5番マーケトリー、バートランド、この馬もこのグループ。その外からアーバンアルデル、その後ろにサッカーバレー、緑の帽子バイスゲラ、その後ろ、すぐ隣にビクトリーチケット、ファインブラフ、そのうちに続いています。その外にアイアンスペイン、ミスタートージン、後ろからになりました。並んで3番スタークロケット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでマーケトリー先頭に変わりました。ストップザウィンズ、ほとんど差がありません。ミスタートージン、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはバートランド。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。バートランド粘る、一気にミスタートージン、ミスタートージン、もう一伸び、ミスタートージン、ミスタートージン、一着、2着にはどうやらバートランド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミスタートージン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。